田植え作業の労働力とコストをどういうふうに下げたらいいかなということで、前々から直巻きをやったりいろいろ取り組んでいました。で、直巻きも、まあ、20数年前に10年ほど取り組んで、ここ近年やってなかったんですけれども、この三船の情報を聞いた時に、結構労働力削減ができるなという思いと、経費の面でもコスト削減できるなということで取り組んでみました。カモミで300g で、株数でいうと、まあ、今まで通りの60株で植えたんですけども、で、箱の枚数が10あたり、11枚前後、10枚から11枚でなってます。観光の時は、カンモミで 120g で、60株で、27枚まで使わない、25枚ぐらいでした。まあ、作業的には変わりないけども、棚もみっていうのは、の量が、まあ、倍以上になるわけです。でその辺でやっぱり最初ちょっと あまり厚く巻くもんだから、ちょっと違和感はありましたよね。まあ、あと作業的なものは普通の育苗機で巻くので何ら変わりないし、まあ、枚数が3割4割と減るんで、まあ、その辺能力作業時間短くなって、まあ労力的に楽できるということは実感しております。回数が減るから、はい、それもやっぱり触る量減るんですよね、はい、何回も同じ箱を触るわけですから絶対数が少ないです。軽トラック1台で、うん、今まで25あるぐらいの植え付け、うんうん、出る枚数を運んでいたのが、同じ軽トラックで運ぶと倍以上、50あるから60ある植えれるわけです。そうすると車の運搬にかかる作業時間の頻度もぐっと軽減できると。で、田んぼで移植している作業機に苗を供給する頻度も半分以下なんで、移植の作業効率も上がるということで、まあ、効果はすごく感じています。近年に圃場整備をやりまして、一区画の田んぼが3ヘクタールの圃場が2枚ほどあります。最大長辺で240メーターほどあるんで、一般的な観光の苗では往復できない。しかしながら、この水苗をやったことによって240メーターの往復が余裕でできるというふうな状況の中で、オペレーターと作業、苗を補給する補助員との連携がすこぶる良好で、作業効率もすごく改善されています。今からは区画整備が、大区画がどんどん出てくると思うんで、そういう面に関しては移植でそういう補助を、やるにはすごくいいことであると思います。ふうにすごく感じています。三つ苗を10アルあたりで 5.5 枚使って、植え付け株数が37株、坪あたり37株の補助20アルのデータとしては、収量的には10アルあたり600キロ観光と何ら変わりない収量が確保できています。水管理のようないろんな形があってのそういうふうになったかと思いますけれども、密内にしたから収量が減収するっていうような感じは全くないです。家族の評判でいうと、今まで苗を運搬したりしてた補助員の部分が1名分必要でなくなったんで、他の仕事に回れるというところからいくと、すごく評判がいいです。あと
同じ同業者であったり近所の話では、やってみたいねと、すごくやってみたいねと思うけれども、自分たちの今までの機械も田植え機も変えなきゃいけないのとっていうようなコスト面もこう心配するようですけれども、1、2年やっぱり周りの農家でも実験してやってみたらというふうに言ってるんですよ。それをやって実感することによって実際やれるような方向性はいくかな。室内で体の負担が減ってよかったです。冬はハウスでタラの芽もやってるんで、もう年中専業農家でうち動いてるので、もう何かしら仕事がずっと雪降ってもあるので、他にも仕事がたくさんあるので密内にしたから他の仕事に手がかけられるようになった。